比べられ続けてきた坂本勇人と堂上直道の絆物語。坂本勇人と堂上直道、同い年の内野手として互いにドラフト1位で入団した2人が、引退試合で見せた粋な計らいが感動を呼んだ。3回に2塁打を放った堂上は続く打者の送りバントで3塁へ進むと、3塁ベースで待っていたかつてのライバル坂本勇人と会話を交わしている。引退試合の中グランドで運命的に巡り合った2人の姿に、 SNS では野球の神様が導いてくれたとのコメントで溢れ返っていた。高校時代から大型ショートとして注目を集めた2人だったが、当時の評価は堂上の方が高く外れ1位という形で巨人に入団した坂本。しかしプロ入り後の成績は対照的で2000本安打を記録した坂本に比べ、毎年戦力外と隣り合わせになりながら守備の人として生き抜いた堂上。そして迎えた最終打席に2人の関係性を象徴する出来事が起きた。堂上が放った最後の打球は坂本の横をゴロで抜けていくレフト前ヒットとなる。あえて取らなかったようにも見えるプレーをやってのける坂本。共に戦った友情の証に球場は歓声に包まれ、互いの勇姿を胸に刻んでいた。